女装ドラッグアイドルロビンソーのソワソワラジオン。この放送はエンジン沖縄 WNR の提供でお送りいたします。はいさーい、別にもこれこれが裏返った中華のビラー今日は、1月の10日日曜日午後9時半を回りました。皆さん改めまして、うん、明けましておめでとうございます。あの1月の4日、うん、3日はね、うん、収録放送だったので、うんうん、あの生放送は今日が初めてです。今年はい、今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ今日は、うん、第41回女装ドラッグアイドルロビンソーのソワソワラジオの時間となりました。イエーイ、パワーワー。はいはい、はい。この番組は LGBTQ のあれこれをお話ししちゃうきっとすっごく楽しい情報番組です。そして日曜ゴールデンタイムを彩るのはエラバリー担当インスタ映えのロビソットボルソボ魅惑のテクニシャン宮城フェスティバルです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしく。ソワソワラジオでは皆さんからのメッセージを募集しています。はい、番組への感想や質問やご意見何でも OK、はい、メールアドレスは 761@fmkoza.jp、はい、761@fmkoza.jp となっています。はい、SNS ではソワソワラジオやロビンソワで検索すると Twitter、Facebook、Instagram の YouTube などいろいろヒットしますよ。いたします。そしてツイキャスは YouTube ではライブ配信を、はい、YouTube のソワソワチャンネルでは見逃し配信をアップしているのでぜひご覧くださいね。ご覧ください。そして LINE では公式アカウントを開設しているので、今のところはですね QR コードで、うん、ちょっと検索しないといけないので、うん、コメントとか、はい、SNS 通して LINE アカウント教えてってメッセージください。はい、やすやすと教えます。いとも簡単に教えます。はい、はい、まーす。お願いします。はい、はい、そして今日明日、はい、政治の日。はい、政治の日ですね。ね、今日YouTube ご覧の皆さん、ツイキャスご覧の皆さん分かると思いますが、私たちね、はい、白と黒の、うん、衣装で、はい、来ておりますけども、はい、ね、成人式にね、はい、行って。ない行ってないですないんです。はい、ないですね。たまたまよね。そうだ。 あなたはなんか行ったのとか。俺はいや、はい、行って、会場とか、そうですよね、うんうん、会場とかには行ってないんですけど、うん、アゲナ交差点でですね、はい、うん、やからどもが、うん、車根を、屋根をぶった切った車で乗ってまして、うんうん、俺はぶち切れそうになりましたね。あ、ほんと。来たかった違うでしょ違う、なんかほら、私的にはああいう子たちを見たら、うん、母性本能が働くのそういうことね。そっち、そうそうそう。確かにね、俺ももう10年前だけどさ、うんうん、もう若いなとかって見てて思っちゃった、うん、思っちゃった思っちゃった。なるほどね。何と思って今日、どんなニュースになってなかったかな。ちょっとあれは恥ずかしいんだけどねあれはまあ恥ずかしい、毎年ですけど、なんか全国ニュースじゃないですけど、うん、なんかさ、うん、私たちの代はおとなしかったよ。どうした、そんなニュースも なってなかった。分かんないけどエリートもう超エリートださ、ださ、ださエリートだからなんかね、おとなしかった。へえ、なんか暴走とかしたりして。いや、なかったなかった。不思議ね。なんか押さえつけてたんじゃないの、ロビンが。私が、うん、あちこちが手出してから。そう、このはいはいそういうプレイでございます。プレイプレイだとそう、うん、そういうことね。はい、あと、まあ、うんうん、まあ一般的にはね、はい、あちこち市町村で女性の皆さん、男性の皆さん、うん、成人ね迎えて、はい、袴とか振り袖とか着てるけど、うん、LGBTQ の方たちとどういう風になんかね成人を迎えたのかな、ちょっとね、なるほど、気になりますね。なりますよね。そういった情報は入ってないですか。ですね、今回、今年はどうかちょっと分かんないんだけど、うんうん、でも毎年、うん、県外で、うんうん、まあ、東京、大阪、はい、あの辺あたりではLGBTQ の成人式っていうのがへなんか毎年やっていて、うんうんうん、で、まあ、思い思いの、うん、自分なりの
その衣装で式に参加するっていう多様性にすごく溢れたイベントをやってるそうなんですよ、うん、いいです ね、 見てみたい。すごい騒がしそう。あちこちでこうかの釜騒ぎしてんじゃない。そう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 。あのまたそのや俺がさっき言ったやからどもの騒がしさとはまた違う釜騒ぎをね。多分なあれじゃないなんかの合わないなっていうやつらがいたら、うん、お互いにさもう髪引っ張ってさ、うん、ちょっとーみたいな、うん、私がそこ登るのすげえ面白そう。やってるかもしんないね、うん、止めないわそんなの見たらね。もう絶対動画撮影するでしょ。撮影する撮影する、ね、なんなら参加しようかな。あするするする、うん、私もする。なんか奪い合いとかになったらどうしようかって。ああごめんなさい余計なことを言いました。モテると思ってんのあった。いや違います。すいません余計なことを言いました。申し訳ないです。はい、いいんですよ、はい、妄想は大事です。うん、ですね、沖縄って、うん、この全国で見ると、うんうん、3番目に東京大阪沖縄っていうふうに3番目に、うん、LGBTQ の方が多い、そうなんです、ね、県なんですけど、うんうんうん、なのに、うん、沖縄ではないんですよ、うん、ないのよ LGBTQ の成人式っていうのは。なるほどなるほど。そう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 、うんうんうん、だからまあ東京大阪みたいに、うん、まあ、大々的に、まあ、できなかったとしても、うん、なんかこう来年とか、うんうんうん、2022年とかに、うん、なんか私たちこう虹色チラーズで、うん、こう成人の方たちを集めて、うん、なんかお祝いっていうかパーティーできたらすごいなんか楽しいんだろうなみたいな。おお楽しそうですね。ちょっと話題にもなりそうだなみたいな、うんうんうん、思っている次第です。いいですね。うん、それはなんか各地で、まあ一箇所か、一箇所でやる感じなのかな、どっか場所決めて。そうだね、その方がいいよね。うん、那覇がいいかなって思ったけど、うん、でも北部の人たちが、うんうんうん、あの来づらいから。そうだね。やっぱ中部、中部で、うん、なんかあの成人式ってほら、3連休だよね、いつもね。そうだね。3連休、同日月かな、うんうんうん、あって、日曜日に大体市町村でやるじゃない、うんうんうん、あの本家じゃなくて本来の成人式のイベントって、うんうん、だからやっぱ被らない方がいいかな。あーなるほどね。でも思ったりして、だってほら、うんうん、当日だったら大体2時ぐらいから式始まるよ、うん、はい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 。で午前中はもうみんなほら女子たちもなんか衣装着たり、うんうん、髪忙しくしてるからね、そうそうセットしたりとか、男子もそうだけど、うんうん、忙しいから結局朝からずっとあの時間潰しちゃって、うんうん、で式終わったら2次会とかそのまま3次会4次会とか行くでしょ、はいはいはい、私たちも4次会まで行ったからさ、うん、そうそう、すごいね。もう本当に朝から日をまたぐぐらいまで、うん、俺2次会も行かなかったよ。嘘、うん、そうなんだ、うん、帰った。あっ会場には行った。おお、ね、毎年会場っていうか、まあ、市民会館みたいなところで、うんうん、名護出身なんで名護市民会館でやってたんですけど、うん、そうそうそう、会場でなんか式みたいなのを参加した後、うん、もう友達とかと、うん、お久しぶりとかって言いながら話したらもう、うん、終わり帰ろう、ってなってすぐもう帰っちゃいましたね自分。そうだったんだ、うん、早いです。服装ロビンの時どうでした、うん、私自身、うんうんうん、スーツで行った。おお、なるほど。だけど事前に、うん、記念写真は袴で撮った。おお、うんうん、袴着た。振り袖じゃないよ。中学校同士で同じ色で揃えた。ああ、いや、それはない。あ、この袴着た時？そう、袴の色っていうの。いや、これは別に自由だったんだ。各地でも撮りに写真撮影しに行ったから、家族で行ったから。ああなるほどね。そう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 、はいはい、そうなのそうなの。うーん、でまあ式、うん、当日は、うん、まあ、スーツ着てたから、うん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 、確かにいたよ。いろんなね、グループで、うんうん、グループごとにこの袴ね、うん、いろいろ揃えてる、うんうん、いろんないるじゃん、うんうんうん、まあ、あれはあれででもなんか風物詩っていうかさ、うん、そうね、ちょっとある意味ね、うん、調子も乗ってもらっちゃ困るからね、これ以上言わんけど、そうね、確かに、まあ、ちょっとした見物っていうかね、うん、まああるよね、うん、あるあるある。ねえ、そう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 。なんか自分たちの時は、うんうん、中学校同士で何々中何々中だったら、うんうん、もう中学校で同じ
何袴の色うーん揃えて自分たち赤だったんですよ、はいはい、おお攻めるねそう、で毎年変わるんですよあの、うんうん去年赤だったけど、うん、今年金色とかあそうなんだへえそうなんだそうそうそう変わったりとかでおうおうおう赤い袴着ましたああそうなんだはいへえいろいろこれもエピソードあるんですけどうんちょっとつ盲信されたはいあと赤着てるからはい突っ込まれ ましたあんたがしたのあんたがしたんかいし、うん、ああそうはいなるほどねはいしましたなるほど、ね、まあちょっともうちょっと話したいんですけれどもはいあそろそろですね来た早いね早いね今日ね今日早かもあっという間まだちょっと話したいことあるのでそうそうそう先にじゃあ後半ねあのさっさと終わらせたいちょっとはい、ね、いつもね冷たいですね、はい、本当にいつになったら暖かく接してくれるんでしょうかはいこのコーナーいきますはいこの曲聴いてレッツフェスティバルイエーイパフパフ今日は成人式フェスティバルはいいや何が来るの今日はね、うんうん、キャリーパミュパミュの、うん、言えた、はい、よかったそれねそうそうそう言えないと思って俺さっき演奏さんに、うん、今日曲流し何流しますって聞かれて演奏さんに、はい、言えないと思って俺画面見てたんですよもうこれですって、はい、そう言えたよかった言えたうんよかったおめでとうございますありがとうございますはいどうぞ、はい、じゃない曲キャリーパミュパミュの、はい、フリソデーションっていう曲を、うんうん、もう多分ねこれザ成人式の歌なのかなっていう感じで歌詞も、うんなんか二十歳とかって二十歳もうまさにそうじゃんそうだから多分こういう時期のために作った曲なのかなっていう感じで、うんはい、ちょっと聴いていただこうかなと思いまして、はい、自分の方から、はい選曲いたしましたあざーす、はいはいそれでは聴いていただきましょう、はい、キャリーパミュパミュでフリソデーションです、はい、どうぞロビーソワのそわそわラジオはい、はい、というわけでキャリーパミュパミュのフリソデーションでしたありがとうございましたありがとうございましたまさにね今日明日にふさわしい、うん、あの曲でしたはい、はいあこの時間は、うん、炎上家の炎上家の終わりに違うまだこれ何この番組何あ女装どうしたドラガイドル焦ってんじゃねえよそうあの何回か前も言ったけど、そもそもラジオの、はい放送しております、お送りしております、生放送です。焦ってんな。はい、生放送ですけどね。生放送でね。はい。さあ、後半は、はい、ゲイにまつわるお話をしてみたいなと思います。新年早々。はーい。まあね、あなたはストレートだから、うん、いろいろね、うん、まあ気になるっていうか、興味がありますよ、本当に。ね、疑問に思うこととかあると思うんですけど、うんうんうん、じゃあですね。こういうちょっと記事を見つけたんですよ、うんうん、10年以上続くゲイカップルに聞く、長続きの秘訣とはおこれは気になるかもしれないそもそも、うんまあ、一般の方、うん、ストレートの人たちはどういったところで出会えますか、うん、どういったところ職場とか、うんうん、前回の彼女は自分は職場でしたねあとは飲み屋さん、友達の元彼女とか、はい、まあそういったところかな Facebook とかそうだね Facebook はねないか少ないのかなでた数こなしてた時あの二十歳の時とか若いねそうだいぶ昔ねそう10年前ぐらいは、うんうん、あのそう Facebook とかでそうあの会いませんかみたいな感じで、うん、あとあれじゃないあの道歩いててさ、うん、あのちょっとドンとぶつかってさ、うん、あごめんなさいってなんかちょっと荷物なんか落としてさそれを一緒に拾うっていうねすごいドラマ仕立てだねそんなのなかなかないと思うけどねそっから何言ってありがとうございますあのご飯おごりますんで次回ご飯おごりますんで連絡先交換しましょうみたいなうんそうあるかねまあなくはないんじゃないかと思うけど、まあ、なかなかねそうなんですよじゃあ、うんうん、ゲイの方たちはどうやって出会うんでしょう、うん、おおなるほど、うん、気になるよね気になるどういうツールがあると思いますか、うんうんあでも、うん、そのさっき自分が言ったうんうん、Facebook とか今言った、まあ、Twitter とかでも、うん、同じようなこれに関しては同じじゃないですかね
と思うんですけど、自分の中ではそういうツイッターとか、うん、あのですね、あとは、うん、まあまあ飲み屋、うんうん、飲み屋がね、あの結構昔から、うん、あの多いと思う。あ、そうなんだ。飲み屋さんはすごい昔からあるから、もう沖縄で言ったらもう桜坂とか、うんうんうん、あと沖縄市のあっち何？そんだじゃない？そんだ？そんだ。あの辺のなんかね、うんうん、あのあるんですよ。いくつかね、結構、うんうん、まあ、そういうところに出会ったりとか、はい、あとね SNS が復旧してからは、うんうん、SNS はね、うん、結構芸の人たち多いわけ。おお、そうなんだ。そうそうそう。うんうんうん、ある。そうそういうの使って、うんうん、まあ、出会いがね、うんうん、ブワッと広がったりとか。なるほどなるほど。あるんですよ。お、飲み屋はちょっと自分の中では意外というか。あ、本当。うん、なんかそうそうそう、やっぱこの出会いの場っていうのは少ないから。ああ、そうなんだ。やっぱ、うん、結局そう、そこに行っちゃうのよね。うん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 、そう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 。なるほどね。もうね、うん、まあ、長続きする秘訣とかって言ったらさ、うんうん、まああれじゃない、やっぱ男子って、うん、もうエッチなの好きだから、うんうん、結局それを求めるわけよ、うん、で、あの他の男性とか求めちゃって、はい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 、でお互いに、うん、なんだろう、嫉妬心とかあったら、うん、なんか束縛つくとかね、うん、そういうので縛りつけちゃって、うん、で浮気したらもうそれでも大喧嘩して別れちゃうとか。でも、あの女性と男性の恋愛とそういうところは同じなんですね。その嫉妬したりとか、うんうん、そういったところっていうのは、まあ、男性同士でもあるっていう。あるあるある、まあ、結局は、うんうん、まあ男女でも同じだと、あんまり変わらないんだと思うよ、ね、うん、あ、なるほど。そうそうそう、うん、なんか、あの、なんだっけ、まあ、だんだんね、月日が経つごとにセックスレスとかになってくるわけよ、うんうんうん、だからお互いが、うん、まあ遊び程度だったら他にも別に手出して遊んじゃってもいいよっていうのを、もう公認だったらそれはなんかも続くよね。お、なるほど。心がもう結ばれてるから、うんうんうん、そうそうそう。へえ、もう体のお付き合いは別にもうそれはもう遊び遊びになる。それは何、そのゲイの世界では割と一般的なんですか？うん、割と一般的だね。へえ。でも、あ、でもやっぱり、うん、あの浮気許さないっていう人は結構いるから、うん、まあ破局する人も、まあまあ中にはね多いかな。そういうことになった時に、まあ喧嘩して。でも10年続くのはすごいよ。10年はすごいね。うん、俺もだってもうね、一緒に2回もオリンピック見てるでしょそうだね、まあ、10年目2回目ぐらい見てるってことですもんね、うん、すごいな。それは結局、うん、心よね、うんうんうん、心のつながりが強かったら、うん、続くんだと思う。おお、なるほど。心のつながりか。10年も一緒にいると、うん、分かんないことなんてないだろうな。もうそう、ほとんどね、まあ、うん、お互いのこと知っちゃうからね、うん、それで別れちゃうとかね、うん、もう飽きた、うん、そう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 、うん、心が揺れ動かなければ、うん、いいのよ、遊んじゃって。なるほど、はい、ロビンは大丈夫、うん、大丈夫って何て言うの。私は許せる。なんか名言がありましたよね。私も遊ぶから。そうそうそう遊ぶからあなたも遊んでいいのよ。心が何でしたっけ。心が揺れ動かなければ、なんか、あの揺れ動かなければ、揺れ動かなければ大丈夫、うん、じゃあ動いてなければ別に誰かとキスをしたり手を止めたりだとかっていうのは、うん、私は許せる。おお、なるほど。私も遊ぶからその代わりね。そういうことよ。あの、まあ、なんだろう、交換条件じゃないですけどね、はい、うんうん、そういうことですよね。そうそうそう、お互い様じゃないですけど、うん、なるほどね。そういうことよ、うん、はい、うん、はい別に悩みでも何でもなかったんだけど ね、はい、ね、そういうことですよ。10年付き合うっていうのは、はい、めったにいないんですけど、さあね、もう残りもう2、もう1分30秒ぐらいか。早いね。1分です。はい、終わりが見えてきました。はい、ですね、次回1月の17日、うん、この日はね、私たちあの重大なお話があってミーティングするので、はい、収録放送したいと思いますが、はい、いいですかね。
はい、お任せします。はい、そういうことです。はい、なので収録で皆さん我慢してください。はい、お願いします。すいません。はい、次回42回目。はい。ソワソワラジオです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあこの番組はエンジョイ沖縄ダブルギアの提供とお相手はラビンさんと宮城フェスティバルでお送りしました。明日からまた1週間みんなで明日にソワソワしながら頑張っていきましょう。バイバーイ。バイバーイ。ソワソワ。